昨日スパニエルが飛びましたね。このジャージの男性、昨日ベストイン賞ジャージやってました。Oh my goodness。やっぱりそのスパニエル取りましたね。うわ、一斉にこっちに集まった。あ、この出入り口で取ったらいいかもしれないですね。犬が集まってくるから。ただね、暑いんですよね。Okay, babies. この女性はお友達です。でも名前忘れました。And the wire 237. これ名前なんだったから。もうね、あんまりにもたくさん次に紹介されるか分からないんですよね。Cocker Spaniel 165, the English Springer Spaniel 190, Golden Retriever 211, Weimaraner 233. Puppy standing by, please. Hey, Nan! Nan! Hello! Oh, it's good.もうすぐです。ちょっと待って、やばい、取らなきゃいけないかな。ちょっと今私向こうで走ってるから蹴りがちょっといいかな。スパニエル178、イングリッシュスプリングスパニエル191、もう終わったかな。ああ終わった。くそ。ああ今出てる。ちょっと待って、さすがに絶対取らなきゃいけないでしょ。首子出てる。ちょっと待って、首子出てる。ちょっと向こうで首子走った。もうちょっと勘弁してくれ。ケリーだけじゃなくて、ものすごいね、太ってる人たくさんいますよ。ちょっと、ちょっと、好きですね。それと、ここにゴミ箱があるからすっげえハエが集まってるんですよ。それでそのケイティも、そう、今はその後ろにいるケイティですけど、今クミコ、向こうで今クミコを持ってるので、
ケイティなんですけど、ケイティもすっげえ太ってますよね。だからそのなんていうか、その見た目がどうのこうのというわけではなくて、その体が悪かしくなりますよ本当に。これだけ太ってると見てください、これ。これ胸よりもお腹の方が出てるんですから。だっておっぱいだってものすごく大きいですよ、ね、ほら後ろがケイティです、前がケリー。ケリーもケイティも日常的にというか、僕一緒にいつもいますけど、そのおっぱいがよく僕の体に当たるわけですよ。そのなんていうか、その生活の中でトイレに行くときとか、なんかだから日本人同士だとありえないじゃないですか。その女性のおっぱいがしょっちゅう簡単どこかに僕の腕に当たったりとか、肩に当たったりとか、背中に当たったりとかするわけですよ、日常的に。だから少々今おっぱい当たってるからっていちいちもう言わないですよね。そう言わないぐらい日常的にこのおっぱいがボンボンぶつかってくるわけですよ、体に。そのおっぱいよりもお腹の方が出てるわけですから、ものすごくでかいんですよ、おっぱいも。おっぱいものすごくでかいんだけど、そのおっぱいよりもお腹の方がもっと出てるわけですから、ちょっとね、その不格好とかそういうそのなんかルックスのこと言ってるわけじゃなくて、ちょっとひどいな、ちょっと。あそこにラブラドールなんかやった。ちょっと虫かも。虫じゃなくてハエ。勘弁してくれよ。ちょっと、アイス食べようかな。アイス食べようかな。ちょっと一回止めますね、アイス食べよう。